ちゃう、あっちゃんです。今日のあっちゃんちの晩ご飯は鶏胸カツ、以上で食べましょう。ちゃう、あっちゃんです。今日のあっちゃんちの晩ご飯、鶏カツ、いただきます。あー、さしんどい。病み上がりでまだ完全じゃないんだけど、だいぶマシになったから、今日ねカツが食べたかったから鶏カツあげたんよ。いただきます。あ、食欲はね、めちゃくちゃあんのよ。もう食欲は超あんねんけども、あ、しんどい、立って動いてるしんどいわ。いけない味。チョコレートが流れてる。うん。鶏胸カツと鶏の皮のポン酢、めっちゃ美味しい。おいしいね。600円ぐらいかな。あ、違うな、800円ぐらい。1キロぐらいあるね、今日。1キロや、鶏胸。鶏胸がね、68円。だから680円。毎日取った皮やからね。あ、780円。多分ひらがいでも入れた。500円ぐらい。600円か。60円ぐらい。600円。野沢さんってすごいな。おばあちゃんに声変わらへん。もうすぐ。うん、そうそう。昔マイケル・ジャクソンはあれで日本に来て、このうちの今の女房とちょうど結婚するちょい前だったから、マイケル・ジャクソン見に行きたいって言い出してね、結局、生まれごと行く約束してるから、でも行くことね、やっと戦場なんだよ。横浜です、横浜急遽、そこで、マイケル・ジャクソンに。で、一塁側を回るんだから。ここ当時ないんだから、こんにちは。当時マイケルが、俺がこう。ちょっとシャブシャブ。
美味しいね、今日は。鶏胸ハムは美味しいわ。ハムちゃんは鶏胸カツは美味しいわ。これ一皿何個ぐらいかかるの？店で出したら3,000円とか持ってるかな。前菜カルパッチョか。こう言われんな、予算関係なしに作れる料理っていいよな。好きに作れ。小皿をよこさないスタイル。小皿小皿って書くのやもん、面倒に。何で？今日東京芝浦電気が洗ってくれる。冬になったら食洗機活躍するね、寒いから。うん、美味しい食材な。
はいつもっけメイン。ゴルフって感じ。はいはい、メイン分かる、ゴルフ。ウィアベースのいとこちゃん大社で。私も同じソテー、はい、修学旅行東京学生ぶん殴りソテーそんなことは好きで福島から電車乗ってる時にこの話するのは鎌倉の江戸島行くんですよ。トイレに。牛肉海鮮だ、ウニ肉や。ウニ肉。肉にウニが乗った下品な料理。鶏むねカツたっぷりでめっちゃ美味しい。あのキャベツ食べよう。キャベツはね、ソースとマヨが合うね。うまっ。カツに合うね。呪術廻戦もうそろそろ始まるのかな。あれ始まってもうやっとねえな。先生今。うん。呪術の番宣。鶏肉料理が見入ってんねん。皮は塩しゃんでええねん、そんなに。身だけでええねん、塩。皮にしすぎやねん、皮に。塩そんなしゃんでもな。身にしといて。鶏胸カツやっぱ美味しいわ。結構あっちゃん中で好きな料理の上位ちゃうかな。鶏胸カツ安いやろ。無理やりぶち込むな。無理やり言葉を打ち込んでくる。
はい、ということで今日のあっちゃんのあっちゃん家の晩ご飯は鶏胸カツと鶏胸カツでめくった皮のポン酢で、それで出し取ったお味噌汁に平飼い卵、美味しかったです。鶏三昧ごちそうさまでした。で毎日やね。はい、ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃん家の晩ご飯良かったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。